皆さんこんばんは、ゲームプロデューサーの今泉純です。広井王子です。この番組は近婚一番のエンタメ界で生きる2人が視聴者から募集した話題や2人が今気になっていることを語る番組です。なんだ近婚一番って。ふんどしを固く締める、一番固いってことです。一番固く締めるってことはもうキュッてなる、キュッてなるってことですね。ズルフンって言うもんね。ふんどし緩いのをズルフンって言って、お前ダメだズルフンだろっつって言うんだよ。だからこうボケてるやつとか、お前ズルフンだなってことです。いや、キュッと締めなきゃいけないんで、ふんどし。文化的ですね。はい、ね、先週に引き続きゲストがお越しくださってます、はい、高田メナルキミストでエンメルを演じている金子さやかさんです、はい、どうも。エンメル役の金子さやかです。よろしくお願いします。ね、だいぶ金子さんのことが分かってきたということでですね、今泉君に興味がないということが分かったということですね。はい、はい、ということで、今回はじゃあお便り、お便りから金子さんを紐解いていきましょう。はい、美しいお野菜さんからいただきました。ありがとうございます。どうも。スマホゲームは新しいキャラクターが出てくることが大切だと思います。お二人がキャラクターの設定を考えたりするときに気にしていることって何ですか。これちょっと面白く聞きたいですよね、広井さん。キャラクターですよ。お、だから何だろう、記号じゃなくする。キャラクターってさ、絵を作るとか名前をつけるとかって記号だからさ、まだ、じゃあこのその何、女の子なり男の子なりがのお父さんとお母さん、どの人、そうですね、どこで生まれてどんな風に生きてきて、そうするとこう人を切れるようになるの。普通人は切れないよね。魔物をバーンと切ったりとかできないはずなのに、できるっていうことは何かトラウマがあるのか。出自から考えますよね、広井さん。あ、考える、絶対考える。具体的なね、うん、そこがないとキャラクター記号になっちゃうので、ただメガネっ子とか髪が緑色とかで、なんとかだにゃーって言ってるとか、いやにゃだなんとかだにゃーっていう風に言ってる子の精神状態はどうなのとか、そういうのはすごく考える。すごいですよね。だから中からこう人の出自をこう中から生まれてきて、どうあって開いてる結果が今だっていう。あ、そうです。だってキャラクターだもん。キャラクターって意味をちゃんと考えなきゃ、記号じゃないから。キャラクターって性格って意味だから、それ一人一人性格が違う。書いてる人、僕逆なんですよね。僕はもう違和感なんですよね。なるほどなるほど、プロデューサーだからだよ、うん、なんでこの子は緑の髪をしてて、うん、眼鏡をかけてるのかとか、うん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 、その違和感をビジュアルで感じるかどうかっていう、それってプロデューサーってやっぱ